まあ、4選手笑って送り出すためにも絶対に負けれない、そういった意味合いも込められていると思います、うん、そうですね、確かに、今日サブにも入ってますけどね、はい、今前半45分のホイッスルです。大分と札幌の一戦です。さあここはボールを奪いました。知念、中に町田が入ってくる。野村が行くシュート、決まった。前半23分野村直樹が決めました。大分トリニータ先制。この一戦試合を動かしたのはまず大分でした。アンバリが生んだゴールですね。ここ知念ね、でこう反転してから早かったですよね。ワンステップもないところで、それで町田が少し頑張ったんですけどね、ここに入ってきた野村、体勢は悪かったんですけどね、はい、ゴールの枠にしっかりと流し込みましたよね。まあ、前線の3枚で取った得点ですね、はい、非常にこう諦めないで最後まで、ね、ボールを追う姿勢が生んだゴールだと思いますね。素晴らしいゴールだと思います。さあそして野村の先制ゴールが決まったところで前半飲水タイムに入りました。さあそして長谷川から羽田、キーパー高木が、これは一瞬大分にとってはヒヤリとする瞬間です。あ、これ先ほどのシーンですね、うん、そうですね、ボールちょっとこうポイント入ってるんでね、はい、ボールにこう引っかかるんですよね。まあ、J はその瞬この大分と札幌の一戦です。さあ福森から、ここ菅が抜けてきてシュートに行けるか、ここはサイドでした。ポストですね、ポストに当たっています。さあ先ほどのシーン、まあ、このダイレクトのボールをね、岩田は少し多分触れなかったんでキーパーが、さあJに直接合わせてくるが、ここはJが抜けてくるか、松本が、さあここで生き残りました。さあそして菅、菅から中央に送ってヘディングシュート。いやー、日本人の足の長さだと思ってると、はい、やはりこう出ちゃうんですけど、はい、J はちょっと違いますからね、普通の感覚でやるとここは普通にね、体入れて抑えられるんですけど、強さとやはりこうリーチありますから、はい、まあ、ああいうところの細かい部分ですけどね、こう今松本ですけどね、これも経験だと思いますね。やはり世界のトップレベルの選手はね、ああいうところもやはりボールを落としたいですね。さあここ野村が上げてきて抜けてきた、今飛び込んだのはここはミサオが行きましたか、うん、でフェルナンデスが左に行きましたね、はい、さあ今後半の45分のホイッスルです。ボランチの深いJからワンタッチで、ここで抜けてきた小前がシュート行く、高木がブロック。小前どうでしょうね、これニアの上を狙ったんでしょうね、はい。さあそして福森から長いボールが入ってきました。胸で落としてJがシュートを打ってくる。落ち着いて頭で落としていきます。長谷川、前に知念と町田、知念がかわす、町田、そしてファーサイドの松本幸、菅野がキャッチしていきました。もう本当に上ですかね、ギリギリですね、うん、いいシュートですけどね、ナイスキーパー。さあ福森が上げてくる中央、高木が出てきています。さあこのこぼれはルーカス・フルナンデスのシュート、非常に強烈なシュートを放っていきました。叩きつけるようなシュートで若干アウト、まあ、札幌も田中俊太と金子拓郎と大卒ルーキーの選手がここまでお互い29試合今シーズン出場しているというのもこの来季。さあここで抜けてきた、ここで行くか、シュートを放ってきた、アンデルソン・ロペス、これで今シーズン9ゴール目で同点としました。札幌後半の30分追いついた札幌、先ほどのシーンです、うん、ここのくさびのボールからね、間の空
間、ディフェンスラインの間に入って、ここのコントロールですね、一発目で。で、左足切られてたんで、右足に持ち帰るんですよね。はい、で、ゴールキーパーの位置を見て、しっかりニアに流し込んだっていうところで、まあ、ファーストコントロールですね。ここで勝負ありかな。非常にこうスピードに乗ってね、ディフェンスも対応難しかったと思いますけどね、ニアをよくね、こじ開けましたよね。さあ、これで交代選手が結果出しましたからね、はいはい、さあ後半30分で左の星を見ています。そして星からミサオ、さあ知念が足元で呼んでいるが、ミサオが行く、右を選択、岩田が直接行った。エリアの中に枚数をかけてくる札幌。さあインスイングのボール、このこぼれ球シュートに出るか、ブロック当たっている。最後行ったのは小林ですかね。三沢から星のところには金子が奪った。さあ金子から J ワンタッチでつないで、ここを抜けてきた、ここで一旦上げてシュート。うわ、今ポストですか。最後は惜しくもゴールにはならなかった。さあ大分簡単に入る。おっと、これ決めなきゃいけなかったと思いますね。ここで遠い位置を狙ってきました。頭で反らして、ここに J が上げてくる。このゴールをヘディングで落として高木がキャッチ。さあ、そしてここで試合終了の長いホイッスル。